えないから、ね、じゃっけんここもあらん。ダイソンカバーがもうないけんさ。ベアリングあるって。ベアリングは言うたらあろうけんどこに。マジか。
なんかいいね、チャチかね。これね。もうちょっとなんか、ね、トラクターごってなっとくかなと。これが入れやすかったの。もしかして。そうね。ジャンクとね。どうや、何40リッターぐらいや。何でなれ早まで3年ってことだろうか、そうや経由も高けんだよ、うん、こん方なんてやっぱ危なく言うのトラクター運搬やる、あ何でんてわっていうの、そうや、ね、確かにね、トラクター食うもんね今、あれ、尿素も入れる、これはな、これでもほら、そせ焼きだけって言うと、あ、そうや、うん、頭にもやしょいやや、これでもまだつやないばって新品じゃけさ、うん、イントラクターもしてないからね、うん、そうやろ、新しくしないの、トカツは尿素ついてもんね、まだ入れる、うん、まだ入れる、満杯やろ、満タン、満タンしとって、トラクター買おうと思ったってなんか悩むね、女性事業あるなら買いたかつばってね、お芋お一応頼んでよ、女性事業やなん。クラフターはなかなかなかろうが、おいでもほら玉ねぎとで、うん、とりあえず一丁以上作っとったら、うん、やっと出るけん、一人、そしたらその後継者丼させたらさ、女性機能やんか、空港なんかあるじゃないか、後継者事業もだったの、うん、それでちょっと早いかななんか中かなと思うな、とりあえずそれで、さて375万で100万ぐらいかな、女性機能って何やったかな、トマトが一番良かったことは、まず良くんだよ、ね、待て、トマト難しかろ、トマト、キュウリ、2位がキュウリやった、キュウリも忙しくてね、うん、なんで忙しかね、おっと、おー、ピアンマー、30、30って言うけん、20より入ったか、25ぐらい、うん、そんなんやろ、じゃ満タンにしとらんけん、結構こぼれる、エイジローのリクエストタイムも、だいぶないやん、遊びやん書かないかんすか、ラジオオフね、な時間で終わる、時間で終わると、あー雰囲くらや、何十円の時間30円だいぶよし、電話かここが怖いな、あ、ここ開いた、はい、買えないかな、もう一つこう、ちょっと待って、いいだね、いや待って、そこは見てくる、ちょっと一回降りて、ここ降りに行くかも、違和感を感じたら、
そうよ。食べたつもりか。さあ行きましょう。筋が筋に斜めなくて主役かな。主役かな。したことある？あ？したことある？したことなかった。いや、横浜ローカルってほら、笑っとるとか言われてほら、愛するとかあんまりね。ちゃんとしとったらよかった。うん。5年後か、カタカタカタの出会いしてよかった。ああ、なるほどね。だってもう、普通の四隅狩りやん。だって普通に来いじゃんか。そういうもん。まだ単にほら入り口かほら垂直に入らないで小屋入って小屋行って切り回るときにほら回ればよかったけど、それだけあるんだけど、あれはそういう意味の借り方。今年はあいね、違うやり方にして。何を？あれそこ 2回目。ああ、それ林さんち。ちょっと待ってね。待って、早かったのか。あのね、上がりやすくなるとさ。っていう手段にしてみようよ。そんな感じはする。深夜でよかった。やっぱり、水にやっぱ昨日雨でだいぶ溜まってた。よかよかよか。あ、感情深夜まで真面目だね。真面目か。わからんけんね、やっぱ。バイエット電話した？行った？まだ。持っとる？持っとら。この距離やっとる。ああ。また売ってくれる。ああ。結構買えないかやろ。ああ、100万くらいかかろうな。いろいろ整備して売ろうでしょ。そうやろね。そんまんまやったらまた壊るもんね。ああ、もうほら、まただいぶ来とるな。ジャケ買いてんけど。足回り去年やっとったもんね。エアリング飛んだまんまとか最後も飛んだまんまやった。あ、そうや。うん。いいこと飛んどるか。じゃあ、そういう変えるだけであれやん。結構かかる。もうやけ、売れる、もうやめるけんとこ取るけん、変えとらへんと。あらで後で買えなそう。あとな、もう時間、900時間、1000時間チコチコ取るけん、なかなか売れるんやろ。タコでね、足回りもいかにもかった。時間もほらそこまでなかったね。そうか。まだタコで変わるって言われた。10年無理やった。10年が目指した。13年13年。あ、そうや。なかなかな、補助事業探そうじゃなかったな。どっかの補助事業。自分の手法を取ったけ、こっち新しい補助事業を取ったけ、毎
だってタオル機がじゃなくて廃用階段作っちゃって。あ、そう。タオル機はもう10年たたんくらいで。ああ、ちょうどよかったな。いや、事業もあってもうガタも気負っちゃけ、一個細かくなものだったね、タオル機は。5畳の、あ、頭のね、細かとあるとさ、4畳型の頭と、2番と、これ、布団長と、あ、そうや、2種類あるんじゃね、安価タイプ、半価タイプ。あ、安価とかこう取ったけ、うん、そういった、はよ型来たけ、あ、もうそういうとこね。で、ちょうど事業もあったけ、買い直すな、いいよっていう事業もあったけ。買い直すのにさ、馬力とか乗数を上げたら、よかよっていう条件にあるけ、やっけほら、タウベキは6畳に乗ってる。あ、で、こいは、その間なら5畳が買わないかんとやって、県に聞いてもらったって、やっぱ市役所から。そしたらその馬力、10馬力上がるけ、馬力が上がるので、別に構わんですよって言われたって。あ、変わるって言って、こうだ。それがダメなら補助を買わないと思ってますか。補助が良かったもん。いや、高すぎる。まあね、こういうのに合わん。ああ、 S 字になったら小屋になるとか。そうね、じゃあバックせないかとか。バックで買うか、もうこのままずっと買うかちゃう。ああ、そうね。これはややけん。ああ、やっけん一緒か。いや、楽は楽かった。そこら辺の入り口とかも5年間が綺麗かった、綺麗かった、借り方は。なるほどね。借り方的にね、まあ、なるほどね。次降りようかな、次の一周でも。横ね、また。でも、もうすぐしたら、運転しよう。まだ分かんなくてね。ああ、もうちょっと窓開いてほしかった。難しいところで囲ってアップの方が良かったな。あ、したかい。そしたらビーバー乗りながらとか。あ、そうね、お緑色だ。そこは体を狙って。
Thank you.